てかバニーあいつこの前とより一回さ配信中にシャワー浴びてなかった。それもバロのマッチング待機中にシャワー浴びるやつおる。バニーさん自由っすよね。なんかいい意味でいいよね。いい意味でね悪い意味とかじゃなくていい意味でいいよね。あいつはあれでじゃなんかでも結構バニーさんとやるとバニーを甘やかしますよねってこの前言われたんだよな。甘やかしてるつもりはないんですけどね全然まあ確かにあいつにこれやってとさんって言われたらやーとか言うけどやってしまう部分はある。あれが甘やかしかもしれん。もう やめようかな怒られるし。バニーがそんなんで変な大人になったらどうすんのよ。バニーが変な大人になる可能性あるよ。ああもう手遅れ。あいつはもう変なんだあいつ変なんだ。なるほどね。確かに変か。バニーがまともな時はあんまり慣れてない人たちとやってる時めっちゃまともです。あいつ俺らがやってる時マジでガキです。あれクソガキが。有坂はどうだろうな。まあ確かにバニーには甘い。モンハンの時一番変わってた。変わってないよ。あれがバニーあれがバニーさんですよ。モンハンのバニーキモいのはもうずっとよ。大体あれよ。バニーさんは俺これいいとこよ。バニーさんクールなお兄さんみたいな感じしといてクソガキ。確かに変なバニーさん。あんな感じで全然クールじゃないからな。実は猫かぶってる。よそではソサバとか王子様言われてさ。モンハンのキモかった部分全部詰め合わせてキモバニラまとめ集作って送りつけたいわ。あ、乗れ、イエー待てねえ、でかいの来てる。でかいの来て。いや、俺が一番でかい。何した方がいいんちゃーんやめた方がいいんちゃーん。眠らしちゃう誰。俺兄のいいとこはあの感じでもクソかっこいいのにな。キモい時マジちゃんとキモいのがいいよな。これねちょバニラの話になっちゃうんだけどさ。うん、まあ、あのこの間うちでご飯食ったのよバニーと。うん、その時にさなんかパーティーっぽいことしたいねみたいな言われて。うん、じゃあピザ頼むみたいな。パーティーっぽいじゃん、うん、ピザって、うん、あピザいいじゃんみたいな言われて。普通にピザ1枚とかでいいじゃん L、うん、で L1 枚がちょっと味気ないんだったらじゃあ M2 枚とかにするとかって言ったら少なくないみたいな。 L2 枚じゃないとかって言ってさまあ L2 枚頼んだのあいいよっつって。で、うん、サイドメニューとかポテトとかさ、うん、なんかナゲットとかあるじゃん、うん、で食べるっつったらやっぱあった方がいいんじゃないみたいな。それもまあ2個ずつ頼んだのよ。うん、あいつ一枚も食わなかった自分の分これは資産明日も食べれるんじゃないとか言ってナゲット一口も食ってない。ポテトは食ってたけど。うん、お前焼肉行ったやん。バニミックスシス俺で。あ行ったね。うん、あの時も肉の組んでたよ
うだ、肉さ、そうだよ、あの時さ、あのでかい肉頼んでさ、えでもあれバニーが頼んでトトさんじゃなかったっけ、あれはミックスだったけど、あれトトさんだよね、トトさんがなんかさ、いや絶対そんないらんと思うでって言ったけど、トトさんがいや食うやろ若いんだからとかって言って頼んでさ、結局押し付け合いだったよねあれね、結局押し付け合って終わったね、あれバニーが食ったんだっけ、あれトトさんだっけ、どっちか食ったよね、でもいやまあ最終的な話すると俺やねアリさんが食ったんだあれ、うん、あそうだ、それで思い出した、最終的にね、ムカつくのがさ、食べきらんかったのさ、お持ち帰りするためにさ入れてくれたんやん、てかパックに入れたんやん、うん、でうちで冷凍したんやん、次の日持ち帰ってなかったよね、アリさん泊まってさ、持って帰る持って帰るからっつって、そうで結局持ってかなくてさ、朝食ってたよねアリさん、俺が焼いたの、うん、でもシスが寝てる間にあいつら帰ったからね、そうだよね、あいつ終わってるよね、アリさんが、俺黙っといて言ってた、確信犯帰るわっつって終わってるよな本当に、俺ら帰るわって、シスさんにありがとう言っといてっつって帰ってった起きて誰もいなくて、アリさんが食ってて、これうわ肉どうすんのって言った時に、アリさんがちょっと気使ってたよねあの時ね、あいいよ焼いて俺食うわとかって言って、朝から食ったの、あいつマジで何なんだろうねあれね、なんであれが許されて生きてきてんのアリさん、許されてきたからあれなんで、あ逆にね、うん、やっぱアリさんがやっぱ言ってやんねえと一回、いや言ってると思うんだけどな、いやどうだろう、言ってるか、アリさんは結構笑ってるよずっとなんか横目で見ながらあまたやってるなぐらいで笑ってたよいつもちょっとそれ楽しんでるじゃんだって自分も、うん、見てる分にはおもろい見てる分にはね、でも結果それさいつもどうなってるかっていうのを考えてほしい、全部自分に来てるよそれ、なんやかんや肉もそうだけど確かに全部来てるんだよ、でももう無理だよ、出来上がってるもんあれそうね、あれで成人しちゃったからもう無理だよそうだよね、うん、もうバニーはな、でもあのバニーの財布持ってこないスタンスは好きなんだよな前飯行った時は持ってきたんだよね財布、えら、あ俺もでも二人で最新の飯行った事情、多分財布持ってきてたな、結構みんなに甘いあれさか、でも多分あいつは自分でそうしてるつもりはないんだろうな、えてか当たり強いやつしかいないけどじゃあ俺の周り、えどういうことこれ、え嫌われてる、いじられキャラかもしれん、やっぱでもリアクション出るからな、わーとか声出るからな、確かにいじられやすいんかもしれん、いじりやすいんかもしれん、そういう面には、なんでいじんねん、いじるなや、やばい宝箱なんか出てきた、やばいもうちょっと待って、目移りする、目移りする、目移りする、いやー宝箱出てきたかったらいけたわ、いやーあのタイミング、あのタイミングで出てくるのエグいわ、取りたくねえ、ちょほんまやめろ、ちょっとうるさいうるさい、ちょ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 頼む、ちょほんま、ちょほんまお前らうるさいわ、ほんまにお前らのせいやわ、いけ絶対いけた、お前らのせいやから絶対うるさいじぇーるうるさいよ、ゼルリジュリエーゼリエーゼリエーできんやろ、え、バニーが死んだ、あーあーバニーだ、何ですか、何ですか、俺は何ですか、何ですか、何ですか、何もないです、意識を失ったって書いてたから、言ったことあるなら言ってください、ちゃんと砂漠の敵マジで強いからな、うん、てかなんかすごいいい病院に連れてかれた、俺どこここめっちゃ分かんなくなったよめちゃめちゃいい病院連れてってもらってる、俺1000円くらいなくなった、ここか、1000円くらいなくなった、診療所安そう、俺の117号、うわ収穫きた
何もされてないんじゃん、トウさん。安っ。トウさん、ちょっと止めといてくれ。オッケーオッケー。止めんな。グリーングリーングリーン。グリーングリーン。止めんなって。止める。もう一回グリーン、もう一回グリーン。やめろって。カバディ、カバディ、カバディ。カバディ、カバディ。オッケーオッケー。遊びたくない。もう。ねえ、ラッタさん。はいはい。試乗していい？なんて？試乗していい？試乗したいらしい。トキ。いいけどね。いいけどね。事故だよ。まだ浮いてないけどね、俺。確かに。うん、初めての、ね、お前初めてのベッドで一番目に寝るやつ許すんだ、お前。絶対許せない。寝てるよ、今。寝てるね。ひょーとか言って言ったよ、あいつ。あ、もう見えなくなった。あー、すげえ楽しそうにやってっからいいか。